はい、では続きをやっていきます。今回はこのお魚屋さんのところに行きます。あ、そうだ、前回から音量ちょっと調節しました。今回は一直線。まあ見た方が早いかな。レベル制限は12ですね。今回もナイトでいきます。プリンだらけだ。ひとまずレッドマッシュもあるか。あ、これつら回復されるのはつらい。うん、回復されたらとりあえずアビリティかな。こう特殊技使用率高いな。こういう時は竜騎士が使えれば便利なんですけど、ただまあジョブレベルマックス前提だからな。すごい射程長い貫通攻撃竜騎士使えるんですけどね、まだですね。これ確かポーションのはずなんですが、名前が付けらんないんだな。まあいいや、とりあえず回復してから行きましょう。ヒットポイントの回復は早いんですけど、 SP の回復が遅い。元気度がだいぶ減りますね。よし、オッケー、行きましょう。おい、見てくれ、魚も全部腐っちまってる。嫌ですね。あー、外した。弱っ。スローか。うわ、強っ。よし。物理が弱いけど、スローは結構きついな。なんかスケルトン系って物理に対して硬いような。さて、ここもきっちり回復させて。あれ、よし。波が出てきたな。ん？なんだあの光。町の方角だぞ。初手かわされるっていう。ちょっと
俺倒せるかな。倒せないか。もったいなく出ちゃったかも。ほら来いや。よし。ファイアエレメンタルに1のダメージ。メッセージ履歴ってあったっけ？ないか。このエレメンタル系統は固定ダメージに変えてくるんですね。ヒットポイントは低いんですけど。ああ。あと1回使うか。はい。なんだ。弱いな。エレメンタル系はなかなか厄介な敵ですね。お、これでクリアかな。あ、そういえば回復忘れてた。まあいいや。話してるといろいろこと忘れちゃうな。ゲルショー見てくれよ。この魚まだピチピチ動いてるのに体はどんどん腐りかけてるんだ。俺長いこと魚屋やってるけどこんな話見たことも聞いたこともねえ。なんだって破壊神？その本に書いてあるって。何破壊の神現れるとき鳥は飛びながら灰となり魚は泳ぎながら腐り始める。これはどういう意味なんだ。なあゲルショー、この町はどうなっちまうんだ。ゲルショー顔真っ青だぞ。大丈夫か？ゲルショー、おいゲルショー、どうしたんだゲルショとりあえず、俺が魚屋だったってことは思い出したよ。ありがとな。ついでに、なんだか不吉な記憶まで思い出しちまった気もするが。気にすることないよな。すんごいヤバそうでしたけどね、あれ。ここまでクリアしました。もう一つ忘れていたことがありました。このお魚関連なんですが、あ、手紙か、後でいいや。これですね。これで魚釣りができます。
一度に一匹しか持てないので結構めんどくさいんですけどね。よし、ではこの辺りで切ります。ご視聴ありがとうございました。